健全な精神状態とは、自分は正しいという感覚があるということです。自分の考えていることは正しい、自分のしていることは正しいと思うことで、心が安定します。自分の考え方は正しい、自分の感じ方は正しいと信じることが自信を持つということです。良い心の状態とは、自分の感覚を信じることができるということです。精神状態が悪くなるとは、自分はおかしいのかもしれないという感覚が強くなるということです。自分の考えていることはおかしいのかもしれない。自分のしていることは間違っているのかもしれないと思うことで、心の安定が崩れます。自分の考え方や感じ方に自信を持てなくなるのが、心が病むということです。私はこれをしたいと思いました。でも、こんなことをしたいと思ってもいいのかな。こんなことをしたいと思う自分はおかしいのかもしれない。これをしたいと思う自分は間違っているのかもしれない。と自分を疑う気持ちを持つことで、生きることが苦しくなっていきます。本来、自分が感じることは全て正しいはずです。自分の感じ方がみんなと違っても、だってそう感じるんだからしょうがないじゃんとなるのが健全です。私たちは感情をコントロールすることはできません。なので、自分でコントロールできないものに対して罪悪感を抱く必要はありません。感情は自然現象です。雨が降ったり雪が降ったりするのと同じです。こんな日に雨が降るなんて、自分はなんてダメなんだ。自分が間違っているから雪が降ったんだとなるのがおかしいように、これを好きになる自分はなんてダメなんだ。これを嫌いになる自分はなんてダメなんだと思うのはとてもおかしなことです。これを好きになるのは悪いことだ。これを嫌いになるのは間違っていると自分を責める必要はありません。お、自分はそれを好きと感じるんだというデータを取ったら、自分に好きなことをやらせてあげればいいだけです。お、私はこういうことが嫌いなんだと自分についての知識を得たら、その嫌いなことを避けるためにはどうすればいいかと考えればいいだけです。自分の価値観は自分で作るものです。私はこれを好きと感じる。だから、それが自分にとって正しいことだ。私はこれが嫌いだ。だから、それは自分にとっては正しくないことだと自分の感覚に基づいて自分の価値基準を作っていくことができます。あなたはこうするべきですよ。あなたはこれをしてはいけませんよという他人の価値基準を採用することで、あなたは生きづらさを感じるようになります。他人の価値基準はあなたの感覚に基づいて作られたものではありません。他人の正しさはあなたの正しさではありません。あなたは自分がしたいと感じることを自分にやらせてあげることで自分を幸せにすることができます。あなたは自分がしたくないことをしないことで不幸を感じる場面を減らすことができます。あなたは他人と違うことを好きになったり嫌いになったりする自分をダメだと責める必要はありません。あなたが自分を幸せにするためには、自分の感覚に従う必要があります。なので、私はこれを好きと感じたから、これが私にとって正しいことだと自分を信じてあげましょう。みんなと違うことをしたくなっても、これが自分が本当にしたいことだから、これをするのが正しいと自分を肯定してあげましょう。みんなと違うからという理由で阻害されても、自分だけは自分に寄り添ってあげてほしいと思います。みんなと違っても、これが私にとって正しいことだと信じることで健全な心を維持していきましょう。